次は、ショルダーダイナミックストレッチ、という名前の種目になります。先ほどもストレッチで、ダイナミックのストレッチで、少ないんですけど、これを使うと肩周り、上半身、の、ダイナミックなストレッチを、することができますので、やっていきます。特に大きな決まりは、ないんですが、一つ言うと、なるべく遠くにクロススライダーを持っていくっていうところを、意識してやってください。こうやってストレッチをしながら、ハンドをつけたりとか、していくと、泳ぐ前、練習前、トレーニング前の、筋肉をしっかり伸ばしていくダイナミックな、ハンドをつけた、ストレッチになっていきますので、まあ、こういった形で、なかなかこのクロスライダーがないと手を浮かせなきゃいけなかったりとか、スムーズな動きが取れないんですが、まあ、こういった形で、スムーズに、ダイナミックストレッチを、いろんな方向に組み合わせていくという種目になってきますので、あとは手の向きも自分でアレンジしながらやっていただいて、自分でこういいところを探したり、いいところだけじゃなくて、自分の苦手な方向とかも確認しながらできるといいかなと思います。こう前に出すような動きのストレッチだったり、逆に雑巾で拭いてるようなイメージでやると、より肩甲骨の動きがもっと広がって、遠くに手が伸ばせたりするので、こういうふうにくるくるしたりとか、一回一回遠くに出すようなストレッチをしてくると、すごく伸びます。